ップのプップップ皆さんこんばんは、まいです。みおんです。取り合わせてチェリップです。さあ5月30日チェリップのブブブ始まりました。始まりました。イエーイ。この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでブブブっと過ごす番組です。ブブッと過ごしていこう。イエーイ。なんかね、何このテンション上がりきってないなさっきまで普通に話しすぎて全然慣れない。いや、ここから上げていきますよ。今日のテーマはおたよりー。イエーイ。なんでだよ前回は鳥取りおたよりー。今回ちょっといい踏んで、最近は DJ 我慢してる。そういう感じ。あ、なるほどね。いい踏んでいきますよ。繋がった。オッケー。お、上がってきたね。上げぽよ。いや、徐々にどんどん上がっていくと思いますので、今日も最後までよろしくお願いします。私たちのライブ曲がですね、うん、配信されるということで、やばい、ね、それに向けてライブ曲を配信できるように、うん、リミックスっていうのかな、ね、またしてるんですけど、うん、そのバージョンのイロハウタを今日は BGM で流して、ちょっと変わってますからね、うん、ちょっと耳を凝らしながらでもトークにも集中して聴いていってほしいなと思います。では先週ですね、エモパの振り返り会だったので、うん、そうそうそう、メッセージがその分読めなかったので、うん、今回はね、どんどん読んでいきたいと思います。 OK。 ラジオネーム、うぱぎです。うぱぎさん、はじめまして。はじめまして。先日の神戸バリットのライブで、はじめましての挨拶をしたものです、うん、実は他のアイドルグループ目当てで行ったんですが、うんうん、恋愛至上主義を聞いて、うん、ええー、やんって感じでチェリップにハマりそうです。チェキは取ったのに CD は購入しなかったのが今となっては悔やまれます、うん、と店頭では購入できないんですよね、うん、次のライブ物販では必ずゲットします。あ、推しのアイドルグループとかいます？私は基本ハロオタなんですが、うんうんうん、キュートとか聞きます？だって。いや、聞くね。キュートさんは結構聞きますよ、うん、それこそ、ね、でも大きな愛でもてなしてとかの、うんうんうん、あのキラリンレボリューションやってた時期だったんですよ。 あの時期から結構ハロプロさんの系統に好きになりだしたので、結構聞いてますよ。で、ウパギはウサギとウーパールーパーだっけな、混ざったやつで、なんか見える人と見えない人がいて、心が清い人には見えるらしくて、前とミオンには無事見えた。見えましたね。で、いいね、なんだって、うん、あ、恋愛至上主義がですね、実はね、うん、あれなんですよ、今ね、在庫がちょうど素晴らしいことに切れましてですね。ビビるへん。で、通販用には残していて、ネットの、うん、なのでネット通販では手に入れられるらしいので、うん、そうそうそう、今持ってる人は本当にレアですね。よかったね、よかったね、うん、っていう感じで、ファーストはまだ作りすぎたので、うん、まだある。そうそうそう、作りすぎちゃったので、まだあるので、まずはファーストから入っていただけると嬉しいなと思います。パギさん、ありがとう。ありがとう。また行くね。ラジオネーム若葉です。はい、ありがとうございます。5月16日の岡山であったライブで騒いだ JK 軍団の2人です。あ、出ました、バレーボー若葉ちゃん。久しぶり、久しぶりじゃないか。あれからチェリップさんの曲むっちゃ聴いてます。うん、また玉野に来てくれるのを待ってます。これからも頑張ってください。だって、いや、何かそれこそ玉野でお祭りなどあれば ね、ぜひまた出たいな。まあ、やっぱあれでしょ、それでしょ、港フェスティバルでしょ。港フェスティバルね、うん、港フェスティバルなんかね、出るのになんかあれがあるらしくて、同じ人は2回、うん、とりあえず2回、1回開け、終わったか、お前たち。いや、1年開けたまま出るらしいけど、あの、やっぱ県外のあれだからね、人たちだから、ミオンたちはなので、またなので、地元のイベントとかあれば呼んでほしいなと、ね、いや、超ね、この部屋 JK パワーがすごくて、ね、やばい、マジで、いや、やばいですね。最近なんか女の子があれですね、うん、増えてきましたね。そうそうそう、面白かったよな、マジで。そう、本当にこの日はこの JK 軍団、若葉ちゃんはじめ、うん、JK 軍団に助けられましたね。キャラがな、ね、しかもみんなね、なんか受験生ということで、それぞれ進路がある、ね、というか、しかもテスト帰りっていうね。そうそうそう、テスト頑張ってね、みんな、うん、また会おうね、うん、ありがとう、メッセージ。はい、ラジオネーム、チャオプラヤーさんです。はい。
5月16日多摩の港フェスティバルで初めてチェリップのライブを見ました、うん、まず曲がすごくいい、ダンスも頑張っててかっこいい、おトークも緩くてなんか面白い、うん、神さんともどもファンになっちゃいました、うんうん、そういうことね。 CD 買おうかと思ったけど女子高生たちと楽しそうにしていたので遠慮しました、だって次近くでライブがあるときにはまた行きたいです、だってあれだね、女子高生の軍団で、うん、あの基本一人ずつ並んでるんだけど、うん、女子高生軍団でこう女子高生のターンって感じで来たからね、列、ねはできたんですよ、確かにあのすごいテンション高くてあのテンションの中に入っていくのはね、確かに ねシナの技だな、まあ初めましてだし ね、まあ、ねミオンたちもあ若いなって、そうそうそういやだから一個違いなのに、一個違いだね、やばい、なんか都会の JK こんな感じなんだ、そんな時期なかっただろうお前、ないないない、まあ、日々落ち着いてきた、落ち着いてた、落ち着き払っていたね、日々落ち着いてきたから、だからすごいミオンも圧倒されていたくらいだから、ね、そうだよね確かに、うん、初めてであそこに混ざろうと思ったらちょっと厳しいものがあったかもしれない、ねうん、パワーすごかったからね、ちょっとまた、またいつでもね、そう岡山は行く機会が、うん、結構ねある方なので、うん、ぜひその時に奥様と一緒に来てください、いただけたら CD なども準備してお待ちしております、うん、ありがとう、ありがとう、そして ラジオネーム有田です、うん有田丸、チェリップのお二人こんばんは、こんばんは、いつもお二人のまったりしたトークに癒されています、あら実はこの度縁があって米子に行くことになりました、あらあら、あアップアップガールズかっこかりさんのツアーです、うん、そこでせっかく米子に来たならここは行っとけここは見とけという場所がありましたら教えていただけると助かります、だって、どこかな、米子でしょ、その前に結構米子っていろんなアイドルさん来るよね、うん、すごいよね、モモクロさんも来るし AKB さんもツアーで来るし、キュートもな、そう箱、うん、ちあのホールじゃなくてちょっと箱って感じのところでも、うん、なんていうの、それこそハロプロ系さんガンガン来るから、なんでだろう、やばいよね、米子始まってるなってやつですよ、え場所米子でここ行っとけ、米子って難くね、わかんない、でも駅から来るのを想定したらその多分ライブハウスまでの道のりに春門っていう、うん、居酒屋さんなんだけど、うん、あのなんていうのちょっとなんていう個室チックだね、そうそういい雰囲気のグレードの高い、うん、居酒屋ね、居酒屋のとこがあって、そこはね地元のものをガンガン出してくれる美味しいところなので、うん、地元の人も行く居酒屋なんですよ、うん、なので そうだ、ね、そこはいいかなっていう感じ、まあそこでしょ、まあそこだね、美味しいもの食べてほしいな、まずは、うん、何でも美味しいから、まあ、あと夜中だったらずクレートボックスですね、あそうだね、こういつも私たちがラジオ放送してるところがあるので、うん、それこそライブハウスと超近いので、まあ、超近い、そうちょっと寄って中にねラーメン、そうそうそう、インスタントラーメン全国の集めたお店とかもあって、うん、楽しいのでいいね、ぜひ楽しんでほしいな、まあ、30分ぐらいは入れるんじゃない、そうそうそう15分から30分は入れる、そう時間がちょっとできたなと思ったらぜひ来てほしいな、うん、と思います、ね、ということで、okay. 超テンションが上がってきましたねメッセージ読んで、うんそうそうね、ということでミオンが最近超これ聞いたらテンション上がるって曲を流したいなと思います、okay. アイドルネッサスさんで17歳、チェリップのプープープー、さあ、うん、この曲なんですけど、うん、この超今日上がった曲なんですけど、いい、ね、実はあの私たちもねランクインした昨年のアイドル楽曲大賞のインディーズで1位を取った曲、これですごいね、爽やかだね、やっぱアイドル感がある曲いいね、うん、え前だって10個ぐらい負けたってこと、まあそうだな、なんてこったなんてこったそんなそんなですよ、なんてこった、難しいですよ、まだまだ私たちが、うん、ちょっとランクインするには ねでも今年はそれこそまあ新曲も出てますし、まあね、CG になればね、うん、また頑張ろうって気持ちですね、という感じで、ね、後半もメッセージ読んでいきましょう、ラジオネームジミーです、お、ありがとう、ありがとうございます、まいちゃんみよんちゃんこんばんは、こんばんは、そしてエモパお疲れ様でした、お疲れ様、ライブは楽しくてかっこよくて道を聞きながらこっそりうるうる来ていました、あら新曲のフルバージョンも楽しみにしています、うん、いろんなアイドルさんを知れていろんなファンの方ともお話できて遠征って楽しいな、行ってよかったなと感じた一日になりました、本当にお疲れ様でしたって、ジミーちゃんはね、うん、女で一人で、うん、京都までやってきてくれて、シングルマザーみたいな一人でやってきてくれて、うんね、しかも帰りもギリギリでね超バタバタしちゃったんですけど、うんうん、こうやってなんていうの、昔はそれこそ遠征行きますって言うとね、ちょっと行けないけど頑張ってねっていう人が多かったんだけど、うん、なんていうのかな、みんながだんだん来てくれるようになってね、うん、こうね応援の熱が上がってるのを最近こう感じるわけですよ、このジミーちゃんに代表されるようにね、いい、うん、なのでもっと頑張ろうってなるので、なんかこう相乗効果だね、うん、本当にちょっと無事に帰れたみたいなので、またジミーちゃん
遊びに来てよー。イエーイイエーイ。ということで、次のメッセージも行きましょうか。ラジオネーム島県です。お、これはあれだね、確かあの反省会宛てにちょっと送ってくれたんだけど、本当だ、せっかくエモパなことを書いてくれてるので、うん、今日読みましょうということで読みます。藤井さん、いつぐさん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いてます。うん。早速ですが、今回私島県は以下2点のことを反省しに参りました。あら。1つ目は、去る5月17日に、うん、京都で行われたエモーショナルアイドルパーティー01に参加したにもかかわらず、うん、物販の時に藤井さんの生ものまでは全く聞かなかったことです。本当だよ。そうだ、あれだけチェリプのぷぷぷ番組内で話が出ていたのに、マイガールフレンズさんやの可愛さがギチギチに詰まったステージや、テナシスターさんの暴力的なまでの面白さ、そしてチェリプの最高に抜群なステージに圧倒されるあまり、モノマネのことをすっかり忘れておりました。今後チェリップのイベントなどでお二人のお話をする機会ができたときは、もうちょっとでもラジオについての感想を頭に入れてからにしたいと思います。うん、本当にごめんなさい。いやー、ね、いやいや、ちょっとまずこれから。いや、でも一人やったな。一人やってくださいって言われて。誰やったっけ。あっちゃんだ。ありがとうって言って。最終の方だよね。そう。いや、すごい人が並んでくださってて、そうビビる、とりあえず頑張ろうみたいな感じになってて、うん、すごいテキパキとブッポンしていたのよ。ビビるっしょ。一人一人にありがとう、ありがとうしまけみたいに言って、今が。なんかそう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 、だっていちいちね説明しないといけないし ね、 ね、もしラジオ聞いてなかったら、そうそうそう、厳しかったわ、うん、じゃあ今度はまた物販に来てくれた時には、ね、このありがとうしまけんっていうのと、うん、ラジオのこの話をすることを、うん、じゃあ目標にちょっと次会えるのをね楽しみにしましょう。で、2つ目のあれは、2つ目は、うん、そのモノマネの元ネタというもの、ね、元ネタの元ネタをさっぱり知らないこと。何？元ネタの元ネタをさっぱり知らない。なるほどね。あれだ、アイドルに詳しくないと、こういう時に困るのかと痛感。あ、そうか、詳しくないのか。詳しいじゃんね。アイドル趣味の初心者で、本当に申し訳ないと思います。ごめんなさい。だって。いや、どっちかっていうと、これアイドルっていうよりお笑いに興味があるかないか、まあね、そうだね、これあれ、うん、あの AKB のね、前田敦子さんは誰でも知ってると思うんですけど、うん、そのあっちゃんに声と顔が結構、まあ、似てるお笑い芸人の金太郎っていうね、うん、そうそうそう、金太郎さんがいて方がいらっしゃるんですけど、顔に似せたらダメだな。いや、でも結構似せてるよね、ちゃんと。まあまあ、でも若干似てるとこはあるね、っていう方がいらっしゃってですね、うん、あのあっちゃんが泣いてあの挨拶する時のあのモノマネをね、するんですよね、うん、金太郎さんが、うん、面白い。で、その方のだから、うん、金太郎さんはすでに真似なのに、それをさらにミオンが真似して、真似の真似っていう感じだったので、よければまあググったら多分映像出てくるかなと思います。元ネタ知らない方もまあそういう感じで、うん、あーっていう感じで見てもらったら、まあね、いいかなと思います。では次のメッセージいきますか。な、まだあるよ。さて、エモパニですが、あれ、まだあるの？まだあるよ。いいよいいよ。さて、先に触れたエモポですが、本当に楽しかったです、うん、いつ見てもチェリプのステージは本当に楽しいなと思いました。1時間という長い時間でひたすら見続けられたこと、新曲が聴けたことも嬉しかったですが、うん、普段なかなか定期公演などに行けない自分としては、そうだよね、定期公演では定番の曲とおっしゃっていた曲たち、特にファンタジスタが聴けて嬉しかったです。おうおう、うんうんうん、普段のステージにはなかなかステージにはない謎のお立ち台も楽しかったですね、うんうんうん、なんだかんだ言ってあっさり対応して堂々と上がった藤井さん、恐る恐る上がったいつぐさんの対比対比が、うん、とても可愛らしくちょっと面白かったです。遠いところからの遠征、本当にお疲れ様でした。最後になりますが、大型連休が過ぎたと思ったら一気に暑い日が増えました、うん、ライブやイベントなどのお仕事はもちろん、普段の生活でも寒暖の差から体調を崩さないようにお二人とも気をつけてくださいね、うん、だってありがとう。今回もいや、なんかね、うん、まあ、ファンタジスタはね、あの時間がまあ20分くらい、25分を過ぎたら入るかなっていうね、うん、あのなんていうの、中くらいのレベル、中くらいの CD 曲はやっぱりレベル強でよし入れようって説明したって感じなので、まあ、ファンタジスタは中くらいですね。そうだね。でさらに時間がないと入れれないのが、そのイロハウタとかね、うん、さっき1回目の BGM 流れてたとかなので、うんうんうんね、ちょっとぜひ機会があればまた、うん、それこそ大型連携、今度は夏休みなど始まると思うので、そう、ね、ぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。ありがとう、しまけん。そしてラジオネームバートン、あと猫僕です。イエス。まゆさま、みおん姫、こんばんは。こんばんは。朝日新聞に連載されているチェリップの PPP が連載1周年を迎え、そうなんです。もうえ、マジで、ありがとうございます。早いな。あざす。連載開始当初は
いつまで続くのかなと思っていましたが、うん、みおんたちも、そうだな、まさか1年続くと思ってみませんでした。ゆるい生地もあれば深い味わいの生地、時々意味不明の記事もあったりと、眉だそう、毎週楽しく読ませていただきました。さてここで連載が進んだのですが、記事もかなり溜まってますね。どうでしょう、将来的に本にまとめたらどんだけで、すごいな、面白いと思います、うん、よく雑誌連載コラムを本にまとめるのがありますが、あれと同じです。かなり読み応えがあると思います、うん、チェリプのピピピ書籍か、うんうんうん、期待してます。だって でもいいよね、ピピピ結構読みやすい分量だから、うん、それこそそうだね、いいね、うん、なんかこんなに続くと思うんだけど、そうだね、あの一回あったじゃないですか、あの漫画でね、うん、紹介するみたいな、うんうんうん、あれからよかったらみたいな感じで、別にあれなんですよ、うん、本当にお金払ってちょっとね、自分でちょっとチェリプコラボさせてくださいとかそういうのじゃなくて、本当によかったらどうですかっていうので、1年もしかも続けさせてもらってるので、本当にね、朝日新聞でも1回きりかと思ったの初め、うん、そうだよね、そうそうだけ優しいですね、そうそうそう、チェリプの周りは本当にそういう方々に多くてね、本当に助けられてやっていますな、うん、ということで、よろしい、なんか最近がこの曲を聴くと、うん、あ頑張ろうってなれる曲があってですね、なるほど、ちょっとこの前ミオライブにも行ってきてやっぱりいいなと思ったので、ぜひ皆さん聴いてください、もらい言えなかった、もらいもらい全然全然違います、ちゃんと言います、行、はいはい、きますよ、ミライズカートさんで名もない音。さあ、いや、うん、やっぱねライブ見たんですけどね、うん、で夏7月のメジャーデビューなんですけど、うん、やばいね、何何笑ってんの今さスタバの話しとったのにさ、スタバの話しよ、急にすげえ切り替えが、いやさすがだな、いやついに外にスタバができてですね今1000人くらい並んでるらしい、今日23日に収録してるんですけど、オープン日なんですけど、いや今、まあ、マユとかミヨンとか遠征してるし、そう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 、しかもミヨンとか今神戸で学生してるから超すごいね、誰だよ並ぶのそんな、いや鳥取行ってみミーハーですかね、とりあえず新しいもの行ってみようって感じですからねっていう感じで、まあいいうん、で今日は5月30日ということで、うん、実は東京におりまして、明日も東京でライブをします。明日は新木場のスタジオコーストさんで大きいところでやりますね、ライブプラスフェスティバルというのをやりまして、うん、チェリップの出演時間はですね夕方のね4時くらいだったかな確か、まあまあ、うんうん、夕方だな、でなんか見やすい時間帯だし、うん、なんていうのかな、周りのアイドルさんも見たんですけど、ちょっとチェリップとはそれこそ毛色が違うアイドルさんが並んでるので、うん、ぜひちょっとチェリップ、まあそうだね、せっかくなので、うん、見ていただけたら嬉しいなと、うん、思いま す。で、うん、ちょっとまた新曲の方フルをね発表する機会が6月7日に米子、こちら地元の鳥取で迫ってきてますので、そうだ、お前の生誕祭だ、そうなんですよね、祝ってもらえるのでしょうか、ね、なので、うん、ぜひ私県外にも行きますけど、私たち、うん、県なちょっと鳥取県の方にも逆に来ていただけると嬉しいかな、うん、と思っております、さらっとね、うん、まあ、いいところですからね、本当にいいとこいいとこ何でもあるし、スタバに1000人くらい並ぶくらいもう県民性もとてもいいですから、あるある、ぜひぜひお願いします、皆さん、うん、全員チェリプ並ぶやってくれないねじゃあ前だってスタバみたいなことすればいいじゃん、ね、今日オープンみたいなのしたら来るんじゃねえな、その可能性はまあ否定できない、 なくないということで、うん、そうそうそう、意味がわからないですけどね、うん、ということで、うん、今日テンション上がってよかったですね、うん、来週っていうかもうすぐ6月なので、うん、6月も頑張っていきましょうということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんおやすみなさい、バイです、ミオンです、2人合わせてチェリップでした、バイバイ。